おはようございます。今日も張り切っていきましょう。はい、ということでね、朝やってほしいリクエストとして、ラジオ体操をやってくださいっていうのがあったので、今ね、外でラジオ体操一回してみたいと思います。上に上げて大きく背伸びの運動から、はい、1背筋を十分に伸ばしましょう。手足の運動、1、2、3、4。さあ、かかとの上下運動をしっかりと行いましょう。足をよく曲げ伸ばします。腕を回します。1、2、3、4、5、6。足を開いて胸の運動、横振りは軽く斜め上、5、6、4、1、2、3、4。斜め後ろに大きく、1、2。それでは時間が来たので、今日もね、相棒と一緒に出発していきたいと思います。いやいや、あれもうレッドモンデージレッドモンデーね、あれ、うん、あんなつくってぐらい。いや、南の最高。よっ、さあ、ほな、詰めて。ちょっと待って、日本だけ行きたいって。お前チェーンのネタ殴ってる。ギブスって後輩。なんで誰だっけ。ギブス後輩。うわ、待ってよ、この動画ボツになっちゃう、俺決めないと。全部止めたらやるよ。やめて。いや、マジでボツ。マジでピンチ。あと4だ。あ、4本で2本。朝練終わったんで、ちょっとこの昨日の残りのカレー食べながら、授業を受けたいと思います。A B C あおおあはうんあはあ、B のハッキング集団。うん、うまっ。2日目のカレーほどうまいもんないよね。今からストレッチするんですけど、これただやってても暇なので、
喋りたいと思います少し。はい、でですね、まず今日喋るのは、なぜ、私がこのような動画投稿をしているかというところですね。なぜ投稿したかというところですけども、まあ一番の理由は暇だったっていうところですね。はい、やっぱ大学生活って暇なんですよ基本。はい、まあ、非常に暇で、まあ、ネットフリックスとか、まあ、いろんな時間過ごしてる学生いると思うんですけど、まあ、それ自分もネットフリックスも全部映画見たんで、映画見たしドラマ見たし、あのネットフリックス全部見たらもうやることないなって思って、まあ、暇だったんで普通にあの YouTube 始めました。であとは、まあ、普通に面白そうだなって思ったんであの始めました。はい、そんなに深い理由はないですけどに。はい、畠山地球人の時間でございます。ということでね、今日は、ちょっと畠山地球人の時間でございます。ということでね、ということでね、今日は絶品納豆かけご飯やっていきたいと思います。このご飯を温めていく500W で3分ぐらい。ということで合成な飯が完成いたしました。今日はまずトマトからね食べていきたいと思います。うん、うまいな。時間なくてね、こうあんまり食欲もない時はね、こんな感じで本当に老後の夕食みたいな生活をしております。この納豆かけご飯食べていこうと思うんだけど、やっぱ食べてるだけじゃね、こう暇なので、今日はね僕の怖い話、もう暇なんでちょっと皆さんにご紹介したいなと思って、夕食のテーマは怖い話ということで行かせていただきます。怖い話していくんですけれども、まず僕高校のサッカー部引退して、あのテレアポと呼ばれるバイトをしたんですね。テレアポっていうのは電話で一軒家の人とかマンションの人とかにあの固定電話に、電話して、お宅の、Wi-Fi の回線、変えませんかと、例えば NTT から AU に変えませんかとか、そういうお電話を、自分がするという、まあ要するにあれですね、なんて言うんだろう、まあ、皆さんがよくで固定電話でかかってきて、あ大丈夫ですって言って切るような、あのそういう電話ですね。そういう電話してたんです。で変えてくださいっていう自分から提案して、あいいですよって言われたらそこまでだったんですよ自分がやれるのは。で変える作業っていうのは一個上の、また上司の方がやってくれるので、変えますか変えませんかっていう段階のところを自分がお電話してたんですね。で、まあ、ある日ですね、1ヶ月目ぐらいかな、あもしもし私たちこういうものでこういうもので Wi-Fi の回線変えませんかとお電話したんですね。そしたらですね、あの、まあ、40代ぐらいの女性ですかね、まあ本当に優しそうな方の方が出てくれまして、あそんなお得な内容のものがあるんですか、やりたいですやりたいですみたいなこと言ってくるんですよ。いやこれいい客取ったなと思って、正直このテレアポってほとんどが、あそういうのいらねえよみたいな、いや本当そういうのいらないからみたいな、もうかけてこないでくださいガチャンみたいな感じのばっかりなんですよテレアポって正直で。そんなばっか続いてて、それか奥さんがそんな優しい方が出てくれて、うわこれ絶対取るしかないと思って、自分でもでなんとか上司につなげるしかないと思って、次の電話の上司につなげるしかないと思って結構頑張ったんですよ。本当今しかないですよ、本当にこれ逃したらないですよみたいな感じで奥さんに言ったら、いや本当それ買いたいですみたいな、絶対買いますって言って、じゃああの次のあの上司からの電話で、あの契約内容などまた確認していただきますので、そこの確認だけお願いいたしますって言って、奥さんがやっぱり快く、あ分かりました、じゃあ次の電話であの契約をあのまたあれすればいいんですねみたいなこと言ってきて、あそうですそうですって自分も言って、いやこれ取れたなと思って、じゃああの次の上司からの電話お待ちくださいって言って切ったんです。数分後あの上司がかけてるんですよ。そしたらなんか上司の方のなんかおかしいんですよ、首かしげてみたいな、なんだろうな、心優しい奥さんだったから取れる案件取れるはずなんだけどなと思って、で上司の方こっち来るんですよ。さっき電話した人って本当に奥さんだったって聞かれて、いや本当に40代ぐらいの奥さんで優しい方でしたよみたいなことを自分が言ったんですね。そしたら、あれおかしいな、なんか男の人が出たんだけどみたいに言われて、えって思って、いやおかしいおかしいって言って、まず夫はその内容を全く聞いてないって言うんですね、自分が説明した曲、まあ、もちろんですよ、それは奥さんに私は説明したので、で何の話みたいな、夫は何の話ですかみたいな、
感じだったらしくて、畠山君もなんか間違えたんじゃないの電話番号とかって言われて、いやそんなはずないなと思って、で携帯のパソコンとか見ても電話番号合ってるんですよ。で自分電話したんです。いや奥さんいるよ、おかしいよと思って電話したんですよ。そしたらやっぱりさっき上司の方が言ったその40代ぐらいの男の方が出て、あ先ほどお電話した畠山なんですけれどと言ったら、え誰ですかって言われて、あれ先ほどあの女性の方が出たんですけど、女性の方誰ですかそれって言われて、いやおかしいと思って、あれもしかしたらあの奥さんが出ててらっしゃったんですかねみたいなこと言ったら、そしたら夫が、え数年前に妻は死んでますけどって言われて、ってなりました。怖ー。はい、今日もね、ご視聴いただきありがとうございました。またね、動画また上げていきたいと思いますので、はい、特に喋ることあんまないので、今回はもう終わりたいと思います。ありがとうございました。